といえば、甘がつき、甘がつきといえば、夏みかん。どうも、夏みかんでーす。あんな、みんな、もう見てのわかるやろ、夏み。髪の毛な、めちゃくちゃ濡れてんねん。お風呂上がりやねん。みんなってさ、お風呂さ、いつもさ、何時に入る？夏みは、絶対ない、いつもな、ほら、20時43分って9時前にはお風呂に入るようにしてんねん。それはなんでかって言ったら、全然別に理由はないねん。なんか体が勝手に20時、待って、ぐっと出そうになっちゃった。お風呂上がりでな、いつもな、スキンケアっていうのをするから、そのスキンケアしながら、みんなと喋ろうと思って。見て、これはな、キラキラのな、見て、クロミちゃん。これな、ファンの人がくれて、ありがとう。大切に使ってるから、ファンの人とかからな、もらったな、ピンとか全部、大切に使わせてもらってる。じゃあ、皆さん、そうね、聞いてみんな。夏みな、今な、ほら、ちょっとごめんな。あの、ここ。肌荒れしてんねん。夏みいつも肌荒れえぐいねん。肌荒れしだしたらもうこうやって、ブワーって出んねん。女の子の日になるなと思ったら夏みの肌ってマジでニキビが出だすねんやんか。12時間みっちりパックをすんねん。だから夏みはもうお家にパックがめちゃくちゃいっぱいあんねんけど、今日は初めて使うパックを紹介しようと思いました。これさ、今日見てこれ。これな、マジでな、台湾で一番人気らしい、これ。台湾で一番人気って書いてたら、ちょっと気になるやんか。パックを今からやります。YouTuber さんらしいやろ。ちょっと待って、鼻かゆ。じゃあ、今から開けていきますね。これは、トロピカ、カタカナって難しいねん。カタカナめちゃくちゃ苦手やねん。漢字も苦手やけど、カタカナも苦手で、あと、ひらがなのちっちゃい U とか、ちっちゃい系の、読み方も苦手やねん。だから何が得意かって言ったら、夏美は自分の名前とか、そういうのは全然大丈夫。おー、なるほどね。おーい！はい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 、4枚入りや。4枚入り。ええな、確かにこういうさ、こまめになってたらさ、お泊まりとか持ち運びしやすいからさ、めっちゃいいやん。一回使い捨てやし。トロピカルクールミントマスク。なるほどね。ちょっと漢字が難しいことがいっぱい書いてるわ。ほら。ちょっとみんな各自で読んでほしいねんけど、これな。こういう成分が入ってるよーやって。夏みな、美容系 YouTuber になるから、今から。で、これは何円やったかって言ったら、それも大切や。何円やったかって言ったら、ちょっとごめんな。何円やったか覚えてないわ。じゃあ皆さん、台湾で一番人気のパック開けてみます。ん？無臭？あ、オッケーオッケーオッケー。めっちゃいい匂いするわ。めっちゃいい匂いこれ。こういうの伝えなあかんよな、動画で。まあ、どっちかというと、駄菓子屋さんコーナーに入った瞬間の匂いみたいな。ちょっと甘い匂いがする。え、なにこれ？え、なにこれ？紙みたいになってる。え、パックってペタッと思ったら紙みたいになってんねんけど。え、ガチで？ありがとう。めっちゃ使いやすいねんけど。あー、なるほどね。見て見てみんな。これ。見て、ここわかる？ポト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 垂れてる。これぐらいいっぱい、なんか、あれやわ。もったいないからつけるほっぺに、ここに。あ、いいね！めちゃくちゃサラサラなる。ほら。わかる？でもそれぐらいいっぱいタレが染み込んでるってことやから、めっちゃいい。おー、なるほどね。こういう感じ、こういう感じ。なー、はいはい、わかりました。じゃあ皆さん、いいですか？これね、ここは、紙みたいになっとって、こっちが、パックの方やから、まずこれ、薄いよ。ほら、こういう感じで、めちゃくちゃほら、薄いね。こうやって見て、な。こうやって、まず取ります。いいねー！いいね、いいね。顔につけるからね。いくよー。お、いいね。うわ、冷たいけどめっちゃ気持ちいいんやけど。やば。見て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 。この透明な感じ。わかる？春巻きの皮みたい。いいね。どう？てかさ、夏み春ん上手じゃない？パック。このパックが全然崩れてないわ。ありがとうございます。崩れさ、こういうのは中にな、タレがいっぱい、ほら、見ときや。入っとんね。ほら、見て。な。入っとるから、体にも塗りましょう。こうやって。ほらな。こうやって、サラサラやでー。うわー、めちゃくちゃいい。だってさ、スキピのしんちゃんがさ、こうやってさ、手とかこうやって触ってくるときあるやんか。だからさ、ここさ、サラサラにしといた方がさ、スキピのしんちゃんに触られたらさ、あれ？夏みなんか手サラサラやって思われたらさ、絶対好きになるから。
え、でも夏美な、結構な、手とかな、お腹とかに毛生えてんやんか。それな、しんちゃんにな、言われてん、お前、毛の処理ぐらいしろやって言われたからな、夏美な、ちょっとな、気にしてな、毛とか剃るようにしてる。ほんまはな、夏美な、全身脱毛言ってんねんけどな、毛、濃いからな、全然なくならへんねん。なんでな？じゃあ皆さん、これはな、今から、10分間ぐらい放置するから、パック。5分から10分ぐらい放置した方がいいんやって。でな、やばいこと怖かってんけど、ちょっと皆さん見てください。今59分や。21時から夏美、TikTok ライブ。この1年間ずーっと21時から TikTok ライブしてるので、今からちょっと TikTok ライブをします。はい、ちょっと行ってくるからな。はい、ちょっと行ってくるからな。はーい、今、なんと、夏みかん、TikTok ライブをしながら、YouTube を撮ってまーす。どうやって撮ってるかっていうのをな、みんなに見てほしいなと思ったから。じゃあ、コメントを今から映すからな。じゃあ、みんな、今から映って、もういいよって人はコメントいっぱいしてください。はい。ちょ待って、部屋汚いのバレる、最悪や。ちょ待って、最悪や、ほんまに部屋汚いのバレる。はーい、じゃあみんな、ここは YouTube にもしかしたら映るかもしらへんから、はい、みんないつも TikTok ライブも見てくれてありがとうな、ほんまに。あんちゃんもありがとう。誰、声がちょっと高くなった、やめて。 YouTube の時はちょっと声高く撮ってんのなあ、可愛くいさせて、ほんまに。あ、アイテムたけさん、ありがとう。何やったっけ、ナイス。じゃあみんな、ちょっと夏美 YouTube 撮るからね。これのレビューしてんねん、夏美。美容系 YouTuber さん目指してるから。めちゃくちゃ喋ったりしてもな、このパック全然な、ぐちゃぐちゃにならんかった。だから、このなパックは密着度がエグいねん。今から撮りまーす。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ。あ、違う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 、待って待って待って。違う違う違う。スリー、ツー、ワン、ゴー。おぉー、ブレッブレやねんけど。え、やばいってこれ。え、ほんまにエグい。しかも何がすごいかってさ、出した瞬間はさ、ポトポトポトってこれ垂れてきてたけどさ、全部肌に吸収してさ、もう垂れてこうへん、ほら。なっ、めちゃくちゃええんやけど、このパック。台湾で一番のパック。やんな、ほら、やっぱコメント欄でもすごいって言ってる。テカテカよな。こうやって、パックとかを、ちゃんと毎日いっぱいして、お肌を保ってます。パックした後は、こうやって、こうやってな、こうやって、わかるやろ？こうやって押した方が、ママがいいって言ってた、こうやって押した方が。あと、もう一つ、パックが終わったら、こちら！じゃがじゃじゃじゃーん！あんな、このまつげの美容液。マジでこれいいで。夏美な、小学校の時な、自分のまつげハサミで切ったことあんねん。そっからまつげな、もう伸びてんけど、ほんま短いねん、まつげ。ごめんな、まつげ。まつげ美容液っちゅうのをな、塗るようになってん。こういう感じのを、こうやって塗ります。これな、結構な、これも売り上げ1位って書いとってん。やっぱ関西人やからか知らんけど、やっぱ売り上げ1位とか書いとうやつは夏に目が行くんかな。はい、こうやって見てください。まつげをぴょんぴょんぴょーんってします。だからな、めちゃくちゃいい。あ、まつげパーマ、うん。夏美かん、まつげパーマ当ててるよ。アホ毛、おい、誰がアホ毛えぐいねん。っていう、こんな感じでですね、夏美かんはスキンケアいつもこうやってしてます。見て、パックした後、ほら。あ、やっぱゲップ出そう。あんな、男の子も、化粧水とか、ちゃんとしとう人多いと思うけど、女の子はな、ちゃんと化粧水とかな、美容したらな、好きな人とかが、振り向いてくれるかもしらんやろ？好きになってくれたら、だってさ、向こうからさ、猛アタックされるかも。その猛アタックされる日を夢見て、これからも、女の子は特に、一緒にスキンケアとか、みんなで頑張ろうな。じゃあ皆さん、YouTube 見てくれて今日もありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。みんなのこと大好きだよ。バイバーイ。